しかし山原の使者の正体は必ず俺が暴いてみせる。じっちゃんの名にかけて。
10月14日、今夕食が終わったところだ。とうとう葉月光貞の面を拝めた。思ってた通りの悪人面だ。小暮と三村の関係も面白そうだ。この屋敷で何が行われているのか、遠藤あたりに探りを入れてみるか。10月14日夜、たった今面白いものを見ちまった。三村翔子と真奈美が葉月の部屋の前で鉢合わせ。やはり三村はただの医者のわけはないな。真奈美の方も仕事はメイドだけじゃなさそうだ。まったく葉月らしい。